気温31度を超える猛暑の中、 AB2 つの組に分かれて予選が行われた。33番の伊藤宇川組は予選 A 組、35台のマシンが一度にタイムアタックを行うため、なかなかクリアラップが取れない。それでも伊藤はなんとか2分9秒台をマークし、 A 組の3番手につけた。そんな中、一人のライダーが驚くべきタイムを叩き出した。ホンダのサテライトチームからの出場となった加藤大二郎は2分8秒860のスーパーラップをマーク。このタイムは4メーカーのワークス勢に少なからずショックを与えた。まあ、マシンもタイヤもすごいちゃんと良かったんで出たんだと思うんですけど、1回目と2回目で両方8秒台入ったんで、まあ、テストの時はもう少しいいタイムで走れたんですけど、まあ、トップだったんで満足してます。予選初日のトップは唯一の2分8秒台、71番加藤玉田組。この日の予選総合結果は AB 各組交互となるため、 A 組3番手の伊藤宇川組は総合の5番手となった。まあ、ちょっと大二郎がその一瞬のスピード的には抜けてますけども、まあ、明日はもうちょっとその近づけるんじゃないかなと、うん、まあ、もちろん予選ですからあわよくばそのトップ狙ってますけども、大二郎が速いんじゃなくて僕らが遅いんだと思って、うん、そういう気持ちで僕はいますけど、でやっぱ8体っていうのは別に大二郎一人で走るわけじゃないし、僕一人で走るわけじゃないですから、お互いのペアのそのタイム差が少なければ少ないほどいいわけですから、そういう面では僕も伊藤さんも、うん、少ないですからね、タイム差だから、すごくまとまったチームだと思いますけど、まあ、できるだけその、まあ、多分大二郎がトップ取るでしょうけども、それに本当近いタイム出して、まあ、ちょっとプレッシャーかけとこうかなと決勝前日のハイライトスペシャルステージ、前日の刑事予選の上位20台が1台ずつタイムアタック、このタイムでスターティンググリッドが決定する。まずは前日の刑事予選でチームのセカンドタイムをマークしたライダーが登場するアタックステージ。33番のホンダは宇川徹が登場。直前のフリー走行で転倒した宇川にとってはその雪辱の舞台となる。アタックステージで2分9秒台のトップタイムをマークしたのは川崎のゼッケン2番井筒仁康。やはり直前の転倒のせいか慎重な走りを心がけた宇川は井筒のタイムを上回ることができず、このセッションの3番手となった。以後も井筒のタイムを上回るライダーは現れず、タイム更新はジャンプアップステージに持ち越された。ジャンプアップステージには前日の刑事予選でチームのベストタイムをマークしたライダーが登場。このセッションでもゼッケン2番の川崎が安定した速さを見せた。ワールドスーパーバイクライダーの意地を見せた柳川明はチームメイトの井筒のタイムをコンマ5秒近く上回り、暫定のトップをキープ。そして33番のホンダ、去年のポールシッター伊藤慎一がアタックを開始。目指すは2分8秒台。ピットは伊藤のアタックを固唾を飲んで見守る。惜しくも8秒台には届かなかったものの、伊藤は柳川のタイムをコンマ17秒上回り、暫定のトップに浮上。このあと伊藤のタイムは更新されないまま、いよいよ最後のライダーのアタックとなった。前日の刑事予選でただ一人2分8秒台をマークした加藤大二郎、このスペシャルステージでも8秒台は確実と思われていた。しかしなぜか加藤は前日ほどの速さを見せない。タイム更新は微妙になってきた。結局加藤は伊藤と柳川に次ぐ3番手にとどまり、この瞬間33番伊藤宇川組の2年連続ポールポジションが決定。史上初の3連覇を目指す2人にとっては最高のシナリオとなった。